はい、じゃあね、5月12日にね、毎月恒例のね、ネクスカードのフィラリア予防ですね。飲みマダニ駆虫薬ですね、飲ませます。ネクスガード。美味しすぎる飲みマダニ駆虫薬ってやつ有名ですよね。これはね、月1回あげるんですけどね、結構ね、食いつきいいですよ。なんか美味しい。まあ、ちゃん、こんなどこにいるのか、君は。まあ、ちゃん、寝てんの。食いつきいいんですよね。美味しい匂いがするらしくてね。だから別にだましじゃなくて普通に食べてくれるんでありがたいですけどね。ママちゃん、ママくん、これ、お起きしてんの？こんにちは。これ駆虫薬だよ。おいちいね。おいちいね。あれ？食べない。まさかの食べない、ママちゃん。食べて、これ。これ食べないとダメなんで、ママちゃん。ね。飲みまだに駆虫薬だから、これ。もうちょっと食べよう。食べましょう。はい。舐めてんの。ちょっと。これ舐めてんの。うん、美味しいね。美味しい。いい子だね。お、出てきた。うん、食べな。それ食べて、食べないとダメなの。うん、いい子だね。いい子だ。あー、カーペット汚れちゃったけど、もうしょうがないね。犬を飼うってそういうことだもんね、まーちゃんね。まーちゃんいい子でした。まーちゃんいい子でしたね。まーくんいい子だ。で、なんでネクスガードの話しようかなと思ったのかっていうとですね、実はね、4月の9日、例のね、全身痙攣の群発発作がね、起きる前日にですね、獣医さんのところでね、狂犬病かなの予防接種、注射と、その、飲み渡りの背中に垂らすやつの新しいのが出てきたって先生が言ってたんで、新バージョンのやつをね、背中に垂らしたんですよ。でね、そこからまあ、一日中臭かったんですけどね、なんか、ちょうどね、24時間くらい経った時に、その、発作が発生しちゃってですね。で、僕はちょっとその、駆虫薬が怪しいんじゃないかなっていろいろ調べたんですけどね。まあ、ネットで調べるとですね、意外とね、知られてないんですけどね、農薬とね、同じ成分が使われてるんですよ。でね、その背中に垂らしたところを、ある飼い主さんが、なんか、顔を近づけたらね、唇に触れちゃったらしくて、めちゃくちゃ腫れちゃったらしくて。で、その説明書きにもね、体についた場合には、水で洗い流してくださいって書いてあるぐらいなんで、まあ、すごい毒なんですよ、人間にとっても。で、人間が皮膚で触れてそんな腫れちゃうものをね、犬のさ、背中にやっていいのかっていう話なんですよ。で、どうやら調べたらね、厚生労働省かななんかでもね、死亡例がね、10件ぐらいかなあるらしくてですね。まあ、それを獣医の先生に言ったら、うちではね、今まで別にそういう事例はなかったですけど、もしかしたら、その、まろちゃんの体にそれが合わなかったのかなっていう可能性はありますと先生に言われましたね。で、まあ、狂犬病と同じ日に打ったっていうので、まあ、さらにね、なんか、飲み合わせが悪かったっていう可能性も考えられますし、まあ、結論はね、先生はわからないっていう話だったんですけど、まあ、なくはないというか、考えられるっていう感じです。うん。まあ、なのでね、駆虫薬、ね、ネクスガードってすごい最大手なんで、有名なところなんですけどね。うん。で、なんで、今日にしたかっていうと、先生が、今日、獣医さんが空いてるんでね、もしまた急変しても、昨日だとね、病院が休みだったんですよ。なんでね、もしね、まるちゃん、これ、飲み薬に、今月からまた昔の飲み薬に戻したんですけどね、もしまたなんか状態がね、急変した時にね、駆けつけられるようにしました。でね、まあ、今までね、駆虫薬でそんなこと、一回もまろちゃんね、13年近く飲んできて、摂取してきたけど、そんなことなかったんでね、ある日突然になっちゃうかもしれないし、まあ、駆虫薬のせいじゃないかもしれないし、そうなのかもしれないし、あるいは気圧と駆虫薬と、狂犬病と、まあ、彼の脳腫瘍の、まあ、なんだろうな、波長がね、たまたまシンクロしちゃってなっちゃったって可能性もあるんですけど、まあ皆さんもね、ぜひ駆虫薬あげるときはね、注視してあげてほしいなと思います。ね、まるちゃんね。よかった。お利口さんでした、まるちゃんね。お利口さん。